はい、日帰りロサンゼルスの無事終わって一旦家戻って一旦あの実家の船借りて、マイアミに来れました。途中でちょっと波めっちゃ荒れて危なかったんですけどね、なんとかなと思ってなんとか来れました。で、明日ちょっとウルトラマイアミの、ね、打ち合わせあるんでちょっと寝坊しないように、頑張ります。以上ありがとうございました。はい、マイアミ、マイアミ来て、1回目の、バイトでね、これ作りました。いや作るの大変やったわ。これも発泡スチロール削って作りました。はい、でこれはねあのもう LED ヤフオクで、楽天で買って、頑張ってつけました。はい、皆さん喜んでくれますように、みんなねマイアミ来たらこれ見てってね、頑張って作ったから。以上です、ありがとうございました。チュンチュンチュン、いったはい、この電車ねダウンタウンの中にあるモノレールみたいなやつなんですけど無料なんですよ。あのこっち側のダウンタウン側やったらほんまにレンタカー全然いらないですよ。ビーチ側やったらバスとかもねあるんですけど、1時間遅れとかも結構バラバラなんで、ダウンタウン以外やったらレンタカーいるんですけど、ダウンタウンやったらなくても行けるっちゃ行けるっていうね話でした。はい、そんなこんなで無事、ホテルに着きました。はい、今日泊まるホテルは、これです、これです、これの一番上です。はい、嘘です。動画見てくれてありがとうございました。コース系の本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますのでぜひご覧ください。コース系の作品や活動、今後の展示告知は概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そしてこの動画がいいなって思ってくれたらチャンネル登録を、でももう一つやなって思ったら次頑張るんでチャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日ご安全に。